お疲れっす。吉見です、今回はですね、ハラコですね。こちらですね、新物が、出回ってきたので、今回はこのハラコのほぐし方と、醤油漬けの作り方をやっていきたいと思います。だいたい毎年この時期になってくると出始めて、だいたい11月くらいまではハラコが出回ってくるので、後半の方になるとどうしても皮が硬くなってくるので、まだ小粒なんですけども、今だいたい美味しい、もう少し過ぎると粒も大きくなって美味しいんですけど、今こう皮が柔らかいので美味しく仕上がるので、ぜひ、試してみてください。では早速、やっていきたいと思います。よろしくっす。はい、早速、準備していきます。まずは、ハラコですね。ハラコをつける、つけだれを先に作っていきます。はい、こちらだしですね。吉文ではだし使ってます。今回は、だしが 80cc、こちら濃い口ごめんなさい、薄口醤油ですね。薄口醤油が 40cc。でこちらみりんですね。みりんが 60cc 入っております。でお酒ですね。お酒が 40cc。 でこちら昆布ですね。昆布が、だいたい4センチ3センチこのくらいの大きさですね。はい、これを1枚入れます。こちらあと火にかけて、一度沸いてきたら、こちらを冷ましておきます。はい、では早速ですね、こちらのハラコをです、ばらしていきます。ですね、ハラコはよくいろんなやり方がありまして、ぬるま湯で入れて薄皮を、こうかき混ぜて取る方法と、金ざるですね、網なんかでですね、いろんな方法ありまして、例えばこういう網ですね、網の上に乗せてこうほぐしていく方法とかもあります。で今回は、ぬるま湯は使わないで、こちらを菜箸ですね、菜箸か例えばこういう細い竹串みたいので、一つずつこういうふうにばらしていきます。こんな感じですね。端から最初大まかに、取っていきます。ゆっくりと、ちょっと力を軽く入れるとばらけてきます。ぬるま湯で、やってもいいんですけども、ですね、例えば温度とかがちょっと高すぎちゃったりすると、いくらの皮が硬くなっちゃったりする場合もあります。またぬるま湯でやっても今度薄皮が完全に溶けちゃって、一個一個のこういう一個一個に薄皮がついちゃって逆にほぐしづらくなっちゃう場合もあるので、鮮度がいい場合であれば、このように端か、先ほどの網ですね、網なんかでほぐして、その後に縦塩、だいたい 3% の塩水を作って、それでしっかりとした処理、下洗いすれば臭みはしっかり取れるので問題ないと思います。これでだいたい全体的にばらしたら、あとちょっとこうかき混ぜてみて、こういうくっついてる塊があるんですね。こういうのをちょっと一粒ずつ、こうちょっと気が長いんですけども、こういう細かい仕事になっちゃうんですけど、一つずつ外していきます。はい、だいたい皮が外れたなと思いましたら、次に、縦塩で洗っていきます。まずはこれは麺機に入れまして、はい、そしたらですね、3% くらいのだいたい海水を作っていきます。ボウルに
水が 500cc、 だいたい洗うのにこのくらいの量ですと一腹だと 500cc くらいで間に合うと思います。で、500cc の、約 3% なので、だいたい 15g ですね。15g のお塩を入れていきます。で、こちらで混ぜてきまして、こちらに先ほどのはらこ、いくらを入れてきます。よいしょ。で、この中でよく洗います。で、手でかき混ぜると、こういうふうにすくうと、ちょっとこういうふうにあの皮がくっついてるやつが残ってたりするので、こういう皮をきれいに外していきます。こちらでだいたい取れたなと思いましたら、一度こちらをざるに切ります。で、今度先ほどの皮がまた一緒に取れてるんですけども、中に皮と例えばこのイクラが潰れちゃった皮とかが一緒に混ざってるので、ちょっと水をさらしながらその皮だけを流して取っていきます。冷蔵庫の中に入れて水切りをちょっとします。そうすると、冷気が当たるとそれで塩が光るんで発色してきます。ちょっとしっかりと水が切れたら先ほど、仕込んでた、漬けだれに、漬けていきます。じゃあまずこちら冷蔵庫にしまっておきます。はい、そしたらですね、こちらのイクラが、だいぶ水が切れて色が発色してきました。じゃあこちらを、先ほどの、こちらですね、漬けだれに漬けていきます。こちらですね。こちら昆布も一緒につけちゃいます。この状態で、はい、だいたい1時間くらいすれば味が入ってくるんで食べれます。こちらが、一度、味が入ってから盛り付けします。はい、ですね、こちらですね、イクラの方が、だいぶ浸かりました。で、こちらは、の先ほどの築地の方を、切った状態です。で、こちらを盛り付けていきます。はい、ですね、そのまま盛っちゃうとちょっと面白くないので、今日はちょっと赤イカがあったので、赤イカをきゅうりで、ナルト巻きですね、ナルト巻きにしてあります。そちらの方にちょっとイクラをかけていきたいと思います。こんな感じですね、ナルトになってます。中に木菊を巻いてあります。ちょうど秋らしくなってきたので、よいしょ。はい、こちらではらこの醤油漬けですね、こちらの方が完成になります。あとこちらの方は冷凍も効くので、ぜひ、安く入った日にとか、仕込んでぜひ試してみてください。